ヨロ、釣り屋タクトシアです。あ、よっぽりもい。今日はですね、ある魚の、どうしようかな、煮付けにしようかな。一匹は、過去に動画で、釣ったことがある魚なんですけど、もう一匹は、釣ったことがない魚。ちょっとね、マス姉さんにもらった魚なんですけど、そちらを、煮付けにしていこうと思います。じゃあ早速、はい、本日のお魚こちら、こちらの長広いのはね、過去の動画で見てますね。ハモ、正確にはマアナゴかな。北海道では、ハモと呼んでいますけど、こちらの煮付けと、こちらの左、わかりますかね。実際俺皮の状態で見るのは初めてかな。カスベですね。エイの仲間。種類調べたんですけど、ちょっとまあ物がわからない、原型を見てないんで、わかんなかったんですけど、なんか10種類ぐらいいるのかな。なんとかカスベとかガンギエイっていう呼び方なのか、まあ種類があれなんでわかんないですけど、マスネさんが結構ね、4匹6匹か6匹かけて2匹釣ってきたのかな。4匹ぐらいなんか切られてワヤだったっていうことで、気持ち悪いって言ってましたけどいただきました。マス姉さんが釣ったやつですね。こちらもうさばかれてますけど、その場でさばかないと、なんかアンモニア臭、サメとかもそうだと思うんですけど、そういった匂いが出てしまうようで、この状態で、切ってきてくれて、もらいました。こちらのカスベと、アナゴまとめて煮付けにしたいと思います。あ、それで、この A なんですけど、写真だけ見せておこうかな。なんかね、マス姉さんに似ている顔してますね、裏のね。まあ、やっぱりね、こんなの釣れちゃったら、ちょっと気持ち悪いですよね。俺もちょっと触る自信ないです。でもなんか面白そうなんで、機会があれば狙いに行ってみようかなと思います。じゃあ早速、さばいていこうと思います。じゃあどっちからさばこうかな。まあ、アナゴからいくか。慣れてる。いきます。ピックでしたっけ。なんか刺してやったらね、切りやすいんでしょうけど、うちにはそんなもんなくて、なんもないんですね。釘でも刺そうかなと思ったら釘もない。このままいくしかない。あ、どこ取ってなかったっけ。うわ、こういうね、この粘りも一応毒らしいんで、鱗忘れてたね。ちょっと鱗取ります。はい、ちょっとね、鱗取るの苦戦しますね、これ。まだ残ってる。結構ネバネバ。キリがない。どんどん出てくんだけど。濡らすとあれだね、ダメだね。この上でやった方が取れるかもしれない。乾かして。その方がいいね。発見。発見しました。この状態でいった方が、濡らしちゃダメです。よし、じゃあいきます。いきますって、俺あんまりこれさばいてねえんだよな。いつも顔にやって思ってたから。いや、むずいな。カッターでやってたよね、あと。いいんじゃない？ちょっと真ん中に寄っちゃった。むすっ。寄ってるよ。いいよ。うわ、この細い方むずいな。
がね、むずいわ。細い方、どうしたらいいものか。花割るとなんまら臭いらしいからね、割っちゃいそう。いや、むずいわ。これどうしたらいいんだ。うまいね。うん。うわ、やっちゃった。うわ。やっちまった。ゆりさん早く。やっちまった。早くしたって意味ないから。洗っちゃえばいいじゃん。だからどこにあるもんどんどん出てくるんだ。臭いらしい。うわ。やめよ。まだ大丈夫。洗ったらうわダメだ、洗おう。よし、続いていきます。ここも切れたね、ここも切れたね。もういいね、いいんじゃない。してここよ、問題はこの逆をどういこう。こっちもこれでこっちに通しちゃって、ほら、切るか、うわ、失敗か、いやむずいな、ダメだ、ああ、くっついちゃう。これ確か骨のどこも重かったよね。あ、せんべい？うん。よし、むずいって。引っ張るところも難しそう。よし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 。いいのかこれ。失敗した。ここは許して。ここもついでにあげちゃえばいいじゃん。唐揚げにね。許してもらう。手抜き。よし。なんか、結構骨残っちゃってさ。まあいいや。これの揚げるのは香りもおかず。よし。そして。おねぎりしてきる。おねぎり？どうやってやるの？切っちゃわない程度にこれ細かくかな。これ全部？そう。めんどくさ。こんな感じ？もうちょい入ってんのそれ。なんかギシギシいってる。うん。細かく。めんどくさいな。煮つけたら柔らかくなる？これ、洗ってからやった方が良かったじゃん、したら。え？ここに水どんどん入っちゃうじゃん。洗って、これ仕上げだろ。適当になってきちゃう。さっ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 さ。もう結構切れちゃった。まあいいや。この辺もここら辺が重要か、腹骨あるから。この腹が一番いいのかな。これで一つのサイズに
の。まずこれでアナゴ、ハマは完成と。なんか入れるもの、ハマは完成。次は、カスベいきます。カスベはね、初めて、これをね、剥がすらしいんだよマジかいきついとはなんかみんな言ってたけど、軍手必要なのかな。よし、軍手装備軍手を装備しました。これでこの皮を剥かなきゃいけないのよらしいのよ。どういけばいいのこれ、全然つかめねえし。あマジでこれどうやっていったのして、なんかみんな気をつけないと、あのなんだっけ、どっかにトゲあるとか言ってた。おーい、いかねえ。マジで？これちょっと反則していい？反則しないといかないわ。いかないって。お、いったか。いやー、なんか跳ねた。お、いったいった。来たぞ。おーっしゃあ、ほーらブリブリ。結構一回行っちまうとそんなにいくかな。ほーらー、よいしょよいしょよいしょそんな力いるの、よいしょ。おー、すごいでしょ。こっちも必要だな、滑るな。2つあった方が楽だな。そっち使っちゃうか、滑り止めついてるやつだけど。よし、これでどうだ、いくぞ。なんかついたぞ。ついた？ついてる。え？ついてる。どこ？あとここら辺もついてる。ここあ、おでこについてる。おでこ。ツンって一個ついてる。いやー。おー、すごいすごい。反対側も？うん。うわ。取れたー。こんな感じでカスベは結構食ったことある人もいると思うんですけど、うまいですよね。なんかこんなにでも状態で食ってんの見たことないよね。ここら辺を鋭ひれにするのかな。ね、でも切った方がいいよね。半分ぐらいで 切ったら切ってくる。これ全部いっぺんにいける？いけんじゃん。いつも作る煮つけの味でいいんだろうか。わかんない、その辺を調べて。そっちの料理はお任せ。よし、これで完成。よし、仕事は終わった。よし、あとは香りにちょっと煮つけやってもらいます。カオリがね、煮付け作ってくれました。完成です。こちらが、マアナゴ、ハモの、煮付け。こちらが、カスベ。煮付け、完成しました。本日、こちらの銀色のやつ、で、やっていこうと思います。じゃあ、早速、どうしようかな。食べ慣れてるね。毎年食べてるハモから、じゃあ、いただきますかね。いただきます。うん、柔らかい。やっぱ骨あるけど
あんまり切れてる気しないけど、うん、ハムの骨はもう気にならないような気がする。全然、うん、まあ やっといてよかったかのは確かだけど、大丈夫、うまい、うん、久しぶり、マス姉さんに感謝ですね。うまい。じゃあお次、カスベ、うん、食べていきます。これはね、久しぶりに食うの。結構実家の方では小樽のね、ばあちゃんとこから結構もらって食ってたんだけど、実家離れてからは、うん、食った記憶ないかな。久しぶりに食います。じゃあマス姉さんいただきますよ。うん、懐かしい。カスベはね、懐かしい。俺好きだったんだよね、これ。食いやすいし、うまいわ。これはね、またマス姉さんに釣ってきてもらいたい。もう嫌ですよっつってたけど、これはね、やっぱりうまいわ、カスベは。うん、美味しいです。これね、面白そうだからね、本当に俺も行きたいんだよな。ちょっと他にもやっぱしたい釣りがあるから本当に行くかは分かんないけど、うん、いやでもね、食べる分には本当に美味しい魚だし、動画ネタにもね、ちょっと面白そうだからね、行きたい気もするけど、というわけで、ね、今回料理したのはマス姉さんが釣ってきてくれたハモ、マアナゴとカスベの煮付け食べてみたでした。この後ゆっくり食べていきます。ちょうど疲れています。はい、ということで今回もご視聴ありがとうございました。